はい皆さんこんにちは非常識な経営コンサルタント高橋孝子です本日のテーマは「カッコ悪いことが最高にカッコいい」「ビジネスの王道は結局が電型」というお話をしていきたいと思いますえー、まあ昨今ですねいろいろなあの便利なツールもちろん私もよく使っていますけれども AI で書いていく例えばライティング文章が書けますとか あと絵が描けますとかいろいろなそういう便利なツールとかあったりしますよねであと、投稿を自動化するようなツールとか、まあ、いろいろなこう仕事上を楽になるというツールというのは、まあ、すごくいろいろ出てきているし、えー、私ももちろん使っていますだけれどもあの、その使う段においてですね、その使っている人、まああのまあ、個人事業主の方なのか、まあ、教室の先生なのか い,ろい,ろい,らいらっしゃると思うんですけれども私があの一定数こう皆さんにですねこういう形でやった方がいいっていう、まあ、一つのガイダンスっていうか線引き的なことをお伝えしている点があるんですよ。で今日はそのベースになる考え方はどこから来てるんですかっていうのが本日のテーマなんです。えー、かっこ悪いいいとが最高にかっこいい ビジネス王道は結局が典型ここがうまくいってる人がやっぱり長生きしてるしあと売上も上がるんですよねなのでそのメカニズムとなんでそういうことになるのかそして私がなんでこういうことを伝えてるのかっていうことを、まあ、今日はテーマとしてお伝えしていこうかなというふうに思いますでは本題に入りたいと思います えーとまずそのかっこ悪いことが最高にかっこいいっていうことがどういうことなのかっていう話なんですけどあー先ほどお伝えしたように便利ととか楽なことってよりいい状態というのはどういうことかっていうとお客様のためにもっといい便利な展開をするためにそのツールを使うとか。 えー、自分が楽をするためにもあったとしてもその先にあるのはお客様が喜ぶことっていう方向性でツールを使うっていうのはまあ割と正しい使い方だなっていうふうに思ってるんですよでそ,その感覚から言うと例えばあの自動投稿ツールってあるんで皆さんが何を騒ぐかっていうと えと楽をしたい方が楽をするためだけに自動投稿ツールとかを使うとどういう末路が待っているかっていうと大抵グ、えーグル、まあ、であろうとそれがインスタグラムであろうと、まあ、いろいろなそういう他のプラットフォームとかでですね SNS と言われているものを投稿する時の、まあ、運営者の立場からするとですね ぼコぼコ簡単に量産できちゃうようなそういう投稿がいっぱいこう蔓延したとするじゃないですかどれもこれも似たり酔ったりでそうするとそのプラットフォームでで人が遊んくくれなくなっちゃうというのが一番困るわけですよねそうすると良質なコンテンツっていうちゃんと正直にいいものを発信している人は残してなんか楽して。 自分の体験とかも語らずお客様が楽しんでくれることも語らずただコピペして楽に AI でできるからっていうサイトをポコポコ量産する人がいたらやっぱり良くないよねっていうと見えないようにしちゃおうつまりリーチしないように相手に届かないようにしてしまおうっていう考え方があるっていうのは多分理解できると思うんですよね。 で楽してるつもりでいっぱい量産した人の末路ってじゃあどうなるんですかっていうと量産したそのサイトごとを人に見られないような状態にしてしまう順位がめちゃくちゃ落ちるのかインデックスっていうちょっと難しげな言葉で言うとそういうい登録が見えるような登録がされちゃうような状態で見えるようにしてもらえる。 で逆にインデックスされないとか言うとすごく一生懸命探しても見つからないみたいなことになっちゃったりして良質じゃないコンテンツはあんまり見せないようにしようねっていうのはサイト運営者、まあ、会社なんですけどねところの基本的な考え方になるわけですよだとするとじゃあ皆さんはどうしていくことが必要になるかっていうと 楽はしてももいいんだけれども人任せではダメとということになりますね結局昔からあの良質なサイトとか人気者の人のサイトってどういうことなのかっていうと泥臭く手をかけて自分の体験とかを盛り込んだ有料なコンテンツを持って淡々と長期的に継続的に 上げ続ける人が評価されるんですよ。これって、あの人によっては、うわあ、泥臭いとか、えー、地味でかっこ悪いとかっていう人。今時の人は言うかもしれないですけど。な、まあ、私なんて昭和、人間ですからね。昭和ってそんなもんなんですよ。<laughs> そうなんです。かっこ悪いが、私は最高にかっこいいと思っていて。 その地味な努力をする人を笑う人とか、あのー、割とね平成生まれの人っていう一括りにするつもりはないんですけどなんかですねだからちょっとあの手間がかかることとか頑張ろうね的な話をするとですねその方たちは「ええー、とかって言って「面倒くさい」って顔をしてしまうんですよ。<laughs> でもビジネスってそもそもめ,めんどくさいことがあった上でのまあビジネスっていうのが成り立つケースが多いんですよねつまりいろんなツールとかいろんなサイトっていうのはその人が役に立つものを出しているから広げるのを手伝おうっていう気になるわけじゃないですか そうすると喜ぶ人がいるわけですよね喜ぶ人はそのサイトとかを何回も使ってくれるプラットフォームって呼ばれるじゃあフェイスブックならフェイスブックインスタグラムならインスタグラム YouTube なら YouTube を何度もその人のコンテンツがあるから見に来ようって思うわけで,でそのついでに広告とかが見えるから広告が見えちゃうみたいなところで収益が発生してるわけですよね。だから、あのー、基本は えー、対象となるお客様が喜ぶめちゃくちゃ喜ぶ記事を長期的に、えー、いいクオリティで上げ続けるっていうのが正しいことになるんですよ。この努力をですね笑う方っていらっしゃるんですけれどもあのそれ笑う方がおかしいですよあの楽するっていう楽の仕方をちょっとね間違っちゃってる。 じゃなないいかなってうううふうに、ね、思うんですよそういう方たちって。だから、あのー、基本は楽をすることはお客様にとってよりいいものを提供するために例えば省略をしたりキュッとコンテンツをまとめるとかっていう時の楽はいいんですけれども自分がただ楽をするだけの楽っていうのはやっぱりかっこ悪いなっていうふうに思うんですよね。うん自分主体だからです。 でビジネスの動道は結局「が典型って私言っちゃうのはあの最終的に評価されるのって心がこもった、まあ、プレゼントというか、まあ、それが動画なのか文章なのかは別としてですよ、まあ、それが評価されるのって、まあ、ある意味当然だなというふうに思うんですよね。で私を含めてですけれども10年以上を第一線で動き続ける人ってみんなね 泥臭くやってますよ。あの、かっこ悪いっていうふうにもしかしたら若い人とかはね、思うのかもしれないけれども、あの、地道に、やっぱりやり続ける人にはね、誰もかなわないです。地味な努力です。だから、えっ、ー、と、私もそうなんですけど、チャット GPT とか使うんですよ。使うんですけれども、文章そのものを全部書かせるっていうことは基本しないです。組ととサイト構成とか あと文章構成とかの骨組みは手伝ってもらいますけれどもあの中は書いていくのは自分の経験とかを言っていかないといけないので自分で書いてますねだからその辺りの面倒くさいじゃないですか人によってはだってそのまま書かしたのをバーっと書かしてパッペロッとサイトに貼ればいいわけじゃないですかでもそれをやると結局みんな同じような記事になってしまう可能性が高いんですよ。 いくら自分の口調とか自分の思考とかね思想に寄せたとしてもであればおねぐみは手伝ってもらってあそうかそうかそういう方向性の話題もいいよねっていうふうに思ってでもちゃんと伝えるのは自分の言葉。 あととは自自分分のの見解とか自分の考え方っまあ今日の話も私、まあ、結局ガテン系だって言ってるのはガテン系っていう言葉が私は自分のことがねガテン系エレガントって言ってあの新聞小学生をやってた時とかにお金を稼ぐために体を張って新聞配達をしていた経験がありますからお金を稼ぐところでいうと泥臭く働くっていう、ね、その肉体労働的なところもやった上で。 ビビジネスをネットビジネネネススをットとかもやってるんですよねだからきれいにねビジネスをチャラチャラまとめるだけがビジネスの正しいやり方じゃなくて結局人対人になってきちゃうんですよねどうしても。だから心を動かすっていうのっていうのは心が震える言葉とかっていうのはその人の本心から出ているものであったりとかその人のバックグラウンドで。 どういういことををしててきたかから今のの言葉を語ってるのか例えばさっき私新聞小学生って言いましたけど新聞配達ってどういうふうに大変かって私やってるから語れますけどこれやってない人がなんかそれこそ、あのー、サイトでね調べて新聞配達って大変ですよねって言ったってやってない人が語る言葉って嘘っぽいですよ。だってやったことがないから。あのーじゃあ 雨の日とかね、新聞の,その自転車立てかけといて倒れたら全部汚れちゃうわけですよ新聞とかそしたらもう一回千媒所に取りに行って、まあ、新聞あればいいですけどね <laughs> でそれをまた積み直してとかっていうことになったりとかする大変さなんてだから雨ののの日日日ととかか雪台風の日は嫌なんですよ。これはやっぱやってる人でないと言えないんですよね。でそれと同様にビジネスも、 本当にやってきた人の言葉は信頼されるんだけれどもやってない人ってめちゃくちゃ薄っぺらいしあのもちろんその薄,薄っぺらくってもねその内容レベルで OK っていう人も多数いるので別に私はそれを否定しないしもっと深いことと真実をちゃんと言っている人経験に、ね、即した真実を言ってくれている人に習いたいと思えば別にそれはその人を選べばいいだけのことなんで。 別にその人たちが悪いとは言,言わないですはいいろんな方がいらっしゃるからだけれどもあの最終的には残ってるのはみんなカッコ悪い人ですよカッコ悪くあがくとかね醜く,く頑張るみたいな汗かくタイプの人がまあ残ってるなっていう感じまあマインドが強いっていうのもあるんでしょうね き綺麗に綺麗にうまくいっちゃってた人って、まあ、どっかで割と挫折大きい挫折して場合によってはそのビジネスから退場っていうか、まあ、自分のメンタルが持たなくてですねうまくいってる自分素敵っていうメンタルでずっとやっちゃってるから持たなくて去っていくってててててっっいう人人もも何も見てきてますだから最強はやっぱりもうかっこ悪いことが最高にかっこいいんですよ。 っていうふうにあのここ最近ですね特にあの長期的に頑張ってお付き合いしている方たち、あのー、一時期ねうまくいっていても落ち込んでしまってでもそこから這い上がれない人と這い上がれる人って分かれるんですよ這い上がれる人やっぱりね強いですうんどん底からのねあの逆転みたいな形で必死にやるんですよ でその必死にやる姿っていうのは泥臭くても私は美しいなっていうふうに思うし私も泥臭くやりますよあのそういう状況になったこともあったしだからあの綺麗に全てうまくいくことが正しいことじゃないっていうこともあーっとなんか効率よくチャラッとうまくできないかなばっかりを考えている人はちょっとね 要注意ですよっていう特に AI が楽になってきているこの時代だからこそお伝えしたいなっていう内容でしたはい、ではまとめに入りたいと思います、えー、かっこ悪いことが最高にかっこいいビジネスの王道は結局が典型というテーマに対しての私の回答は <laughs> 表面上だけうまくいくように見せても進化は最終的に人間にも えー、AI にも問われるのはその人の底力でありマインドの強さと泥臭さじゃない泥臭さ,さなんじゃないかなっていうふうに思ってます。はい、以上にになりますご参考にしてくださいそれでは